video diary December 18th, 2021 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ビデオ日誌2021年12月18日、林浩司です。こんにちは。よく幼児教育の世界ではですね、良い子論、いい子論が話題になります。良い子というのはどういう子なんだ、いい子というのはどういう子なんだということなんですね。でこれは大変難しいわけですけども、逆にね、逆にこんなことがありました。もう今からもう25、6年、30年なのかな、静岡にですね、静岡市に私のまあ友人といいますか知人の紹介である女性に会ったわけですけども、その女性というのはですね、カナダで日本人学校を経営なさっていらっしゃる校長先生兼理事長さんだったんですね。まあ、日本語に言うと理事長なるわけですね。いわゆるそういう方が経営者ですけども、おいでになってたわけです。それで静岡まで行きましてね、会って食事を一緒にさせていただいたんですけども、その時のことなんですけどもね、そのカナダのその先生がですね、私にいろいろ話をしてくださって、それでその私もいろいろ答えてっていうことの流れの中でね、まあ要するにまたまたね、良い子論ということになったわけです。それでね、私ね、日本ではですよ、先生の言うことをはいはいと聞いて従順でおとなしくて、まあね、その控えめでね、そしてその先生の言ったし、まあ、言うことをねしっかり聞いて何でもしっかりとやりこなす子のことをいい子って言うんですよって言いましたらね、その先生は日系人です。お嬢さんも来てらっしゃいましてね、まあ、お嬢さんは全然日本語話せませんでしたけどもね、日系人の方なんですけども、驚きましてね、その先生がね、林先生、それはね、カナダでは問題児って言うんですよって言うんですよね。えってな感じでね、その頃まだね、私良い子いい子っていうのは、まあそういうね、日本の独特の枠の中で考えてましたからね、そういうふうに思ってましたから、それほどね否定されるとは思ってなかったんですけども、まあ、そのように頭からね、そのカナダではこれは大変な問題児なんだよってことを話してくださったわけです。まあアメリカはですね、どんな学校でも自由に設立することができるんですけども、基本的には英語で教育するということが原則なんですよね。それ以外の設立は許可されないんですよね。でカナダの方はですね、もっとその自由度が広くてですね、要するに言語は自由なんですよね。例えば日本人が日本語の学校を作るって構わないわけですね。フランス人がフランスの学校をフランスを作ってフランス語で授業するってのも、これまた構わないんですけどもね、まあ自由の度合いが広い、幅が広いということですけども、まあ、それはそれなんですけどもね、そんな話をしてくださったんですけども、それでね、そのじゃあどんな子がカナダでは問題なんですかって聞きましたら、いわゆる日本語的に言えばね、ナイーブな子っていうのは問題児なんですよってことを話してくださったわけです。まあ、それがまあ私がよく言っていますか、印象に残ってるね、まあ印象って言いますかね、私にある一定以上のね、衝撃ショックを与えた話ということになるわけです。まあ、そういう話というのはよく覚えているものなんですよね。まあ、要するにカナダの先生がですね、まあ、そのように教えてくださったときにですね、あ、なるほど、その国が違えばね、子供を見る目も違うんだなということでね、まあ、それなりに納得したわけですけども、そのずっと話戻しますけどね、それからまあ私の方もいろいろ勉強したりした、まあ、そしてね、あちこちに原稿発表 などさせていただいていたんですけども、要するにですね、一般心理学の世界ではですね、心理学、発達心理学の世界においてはですね、顔、表情ですね、表情、これを表情というんですよ。顔と表情の様子ですね、上位、いわゆる心ですよね。心の動きが一致している子どものことを心理学の世界では素直な子というんですよね。はい、これが素直な子論の、まあ、いわゆる、まあ、教育の立場における、まあ、要するに、まあ、基礎といいますかね、常識といいますかね、それがまあ柱ということになっているわけです。つまり教育の世界においてはですね、
教育って言いますか、教育者の立場から見て、教育の教育的な意味で素直な子という時にはですね、心の状態と表情が一致しているこの子供のことを素直な子って言うんですよ。どういうことかというとね、悲しい時には悲しそうな顔をスッと顔に出す、怒っている時は怒っている顔がスッと顔に出る、そういうふうにも顔にね表情が出てくること、例えば反発している時にはその表情が顔に出てきて、その表情顔に出ると同時にですね、いわゆるそのわわわわと抗議するとかね、そのいわゆるまあそういうふうに思っていることがそのまま表情に、いわゆるもう当然その表情というのは顔だけではなくてですね、動作、仕草、物の言い方、いろんなのにもう全てを総合的に含んでいるわけですけども、そういったこと心の状態がですね、外に素直に出てくる子どものことを素直な子というんですよね。ところがですね、あの何かのこう、まあ、その具体的に、ね、診断名はここでは言えませんけども、何かのまあ心 の,、ねまあその病気を抱えている子どもはですね、その心の状態と顔の表情とが表情がですね、不一致を起こすわけです。不一致を起こすわけです。これは大変まずいわけです。怒っているはずなのにニヤニヤ笑っているとかね、悲しんでいるはずなのに無表情であるとかね、みんながドーッと笑うときでも顔をし向けてね、顔を歪めてクククククッと思うなってますかね、それを押し殺してしまうとかね、そういう子供っているんですけどもね、そういう子供っていうのは心の状態と表情が一致してないから、まあ、いわゆる、まあ、教育的にはそういう子供をどうするかということを逆にね考えながら、あ子供をその引き出していくということになるわけですけども、それはまあ幼児教育の要でもあるわけですけどもね、そういうふうに考えて、まあ、表情と上位心の状態が一致している子どものことをそのなんて言いますか、素直な子どもって言うんですよね。まあ、そのだから素直な子どもっていうのは、まあ、表情も非常に柔らかくてですね、素直で、そしてなんて言いますかね、嬉しい時には本当にねほっとするような笑みを浮かべるとかね、悲しそうな時には本当にねなんて言いますか、こちらの方がですね、どうしたのっていうふうにこうね手を差したくなるような、いわゆる、まあ、そういう表情、自然な表情が出てくるんですよね。はい。でその表情教育というのはですね、まあ、アメリカの幼稚園なんか行きますと、まあ、どこの幼稚園行っても大きな、ね、紙が貼ってあってですね、そこには笑顔、泣き顔、なんていうかね、いろんな顔が書いてありましてね、で表情教育というのはアメリカの幼稚園では大変重要視してますね。あちこちで 見ましたよ私ね。ですからそのいわゆるまあその子どもたちにですね、幼稚園の先生がですね、こうなってますかね、笑う顔はこういう顔なんだよって言ってね、顔をくしゃくしゃに動かせながら表情を作るっていうことがやっぱり幼児教育の要でなってるわけですね。まあ、日本で私残念ながら50年45年か7年ぐらい幼児教育に携わってきて、あちこちの幼稚園ね、それこそ何十ってまあ講演会に行ったりしては見学させてもらっては来たんですけども、日本で表情教育をしている幼稚園っていうのは私は見たことありませんね。まあ、そういうことなんですね。ですからまあ表情っていうのは、まあ、欧米では非常に大切にしているということです。ではさらにですね、この上位と表情がですね、その不一致を起こすわけです。そしてさらにもっとひどくなってくると、ひどいっていうのはまたちょっとね、まあ、あまり使いたくない言葉ですけども、まあ、程度がね進んでくると、今度は有利という言葉を使うんですが、それは私の言葉じゃなくてですね、専門用語です。いわゆる教育発達心理学の専門用語ですけども、心の状態と顔の表情がですね、有利し始めるんですね。有利ということはちぐはぐというよりも全く外からつかめなくなってくるんですよね。そうなるとちょっとまあちょっと心配と言いますかね、まあ、そういうことなんです。それはまあ今度は私の領域を超えて、私たちの領域を超えてドクターのね、まあ、医療 その世界に入っていくわけですけども、要するに有利ということはどういうことかというとですね、その全くわけが分からなくなってくるんですね。かないわゆるわけが分からないということ、また言葉きついですけども、その例えば A 君こっち見てって言っている時にも、カチンカチンに心が固まっているはずなのに、にたーにたーと笑うとかね、まあ、そうなってきますと、まあ、教育だけでは対処できない。だってまあほとんどは家庭環境が問題なんですけどもね。ですから、まあ、現在は、まあ、2000年頃からですね、まあ、どこの大病院でもそうしたそのお子さん子供が、まあ、いるとですね、まあ、お母さんお父さん家族全員、まあ、
病院へ呼んでですね、医院へ呼んで、そしてまあ集団で、集団と言いますかね、これ環境の問題ですからね。ですから、そうしたことを指導するということは、まあ、2000年頃から、もう私がまあ見聞きして直接したのは2000年少し前から、そういうまあ指導方法がですね、だん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 まあ確立されてきたというような状況で、まあ、もっとね、もう少しスムーズにね、そういったその連携と言いますかね、幼稚園と、あるいはその幼児教育と医療との連携というのもなされるようになりましたね。まあ、いろんな、ね、診断名ありますけれども、まあ、診断名はね、なんとかしようとかね、いろいろあるんですけどね、やっとしようとありますけど、まあ、ここではちょっと勘弁してくださいね。私が口にするような言葉じゃありませんのでね、私たちはまあ直接その幼児を教えるという立場でね、そうした診断名であるとか、そういうことは全部無視してね、まあ、その次のステップへ行くわけですけどもね、治すというよりも、いわゆる子供をとにかく、まあ、私の場合はですね、とにかく笑わせるんですよね。とにかく笑わせることによって心を解放させるっていうのが私の、指導ですよね。ですから、そのことをお父さんお母さん気がつかなくてもいいわけですよ。まあ、病院でね、診断面なんか言われなくてもですね、例えば私の教室へ来てくださればですね、その私はもう見て分かりますからね、そういう子供はその笑わせればいいんだということ分かってますから、まあ、でも簡単に笑いませんよ。それこそ3ヶ月4ヶ月かかってやっとある日ね、タガが外れたようにカタンと笑うようになったらもう心配なんですよね。ですから笑わせる、あるいは声を出させる、大声で自分の思ったことを話させるというふうにして心を解放して、そしてグッと引き出すんですね。だいたいそれがまあ 5.5 歳ぐらいまでにしないとちょっとまずいんですよね。いわゆる中間反抗期が終わる頃までに、いわゆる乳幼児期から中間反抗期、ちょうどその子供のね、あるいは人の核が、いわゆる人格の核ができるまでに、まあ、いわゆる対処しないと、まあ、小学校、まあ、5.5 歳過ぎてね、6歳、小学校入ってからはもうそういったその性格、それもそのものがですね、定着してしまうという、まあ、もうそうなってきますと、もう、なかなか治らないと言いますか、治そうというふうに思うこと自体がもう、まあ、無理だということで、まあ、そのかそういうことだという形で、まあ、そのまま、まあ、そういうふうに認めるという、認めた上で、さあ次のステップということになってくるわけですよね。まあ、話戻しますと、その有利というのは、まあ、大変、まあ、心配な状況なわけですよね。まあ、極端な過干渉、極端なね、過干心とかね、まあ閉鎖的な、もっと言うとカプセル型の、ね、家庭環境の中でお父さんかお母さんがギャン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 やりますと、まあ、そういったその心の有利というのが始まることが多いということですね。話をぐっと戻しますよね。瞬間話しますとね、お子さんお持ちのお母さんお父さんね、悩んでしまわれると思いますから、要するにそういうことではなくて、私が言いたいのはですね、日本では素直な子供というとね、まあ、簡単に言えばですよ、こんなことはまあ簡単に言えるっていう話でもないかもしれませんけども、簡単に言えば、要するに日本的な素直な子供論と欧米でいう素直な子供論っていうのはこれ違うんですよ。ですからアメリカなんかでは素直な子供ってのはどういう子供かというとね、例えば自分の思ったことをわわわわと反発して、お父さんお母さんが僕はこう思うんだよって言った時、パパはそうだけど、それはギャン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 って食ってかかってる子供のことを素直な子供って言うんですよ。ところが日本では先ほど冒頭で言いましたよね、先生が座ってごらん、はい、わかりました、鉛筆でね、あなたは絵を描くんですよ、はい、わかりました、で、あなたは先生、子供か、先生、何を描けばいいですか、そうね、今日はお花の絵でも描こうか、わかりました、花の絵を描きますっていうふうにして、こう素直に従ってくる子供ほどはっきり言いますと、教える側からすると教えにくいんですよ。なぜか、要するに表情からですね、その心がつかめないんですよね、上位が。まあ、その例えばですね、生意気な子供の方が回答を教えやすいんですよ。例えば今日は皆さんで、例えばね、車、自動車の絵を描いてもらいますって言ったとしますよね。その時に、いやだ、車なんて、僕はロケットのはいいよ先生、車なんて車を迎えたからもう嫌だなんていう子供の方がですね、先生の方も対処できるんですね。あ、そうだね、この前そういえば車描いたな、じゃあ今日は車やめて今日はロケットにしようかっていう風にして、先生もその子供の心をつかめますからね。で、子供の方もまあ抑圧、内的抑圧ってものをですね、受けないもんですから、なってますか、心が歪むってこともないし、我慢することもないしってことになってくるわけですよね。そういう子供のことの、そういう子供の方が実は素直なんですよ。逆なんですよ。ですから、いわゆる、まあ、教える側からすると、表情から心がつかめる子供のことを素直な子供って言うんですよね。
がしかしこの日本では、まあ、明治以来ですね、いわゆる物言わぬ従順な民作りが基本になってますから、いわゆる上から言われたことをきちんと守る、先生の言うことをきちんと聞く、親の言うことをきちんと聞く、そしてその通りに行動するという子どもを素直な子どもっていうんですよね。で良い頃に戻って、今日のビデオでありこれで終わりたいと思いますけども、どちらが良い子かということなんですよね。まあ、皆さんもう答えお分かりかと思いますけども、まあまあ、私ですかね、今その いわゆる幼児教育の発達心理学の世界でいう良い子というのはですね、そのなんて言いますか、結論を言えばですね、良い子は日本的なですよ、日本的な良い子は良い子にあらずということになるわけです。ここが、まあ、結論ということになるわけですよね。日本的な意味でね、日本的な、日本の常識的な意味における良い子は、つまりは良い子にあらずというふうに考えるのが間違いないということですね。はい、まあこれは何でもそうですけどね、夫婦関係においても親子関係においても親戚関係においても、良い人は日本的に言えばですよ、良い日本的な感覚による、基準による、常識による良い子は、良い子じゃないね、良い人は良い人にあらずということになります。ということで今日のビデオであり簡単ですけども、これで終わります。タイトルは良い子論ということにします。それではさようなら、バイ。Some 4,000 years ago, the majority of the Anunnaki left Earth after had nuked the Sinai spaceport and Sodom and Gomorrah. Marduk, however, who was Ea's eldest son, stayed on Earth with some of his loyal lords.およそ4000年前、アヌナキの大部分は地球を去った。同時にシナイ半島の宇宙基地とソドムとゴモラを核で破壊した。しかしエア、つまりエンキの長男のマルドックは彼の忠実な王と共に地球に残った。Genesis chapter 19. Early the next morning, Abraham got up and returned to the place where he had stood before the Lord. He looked down toward Sodom and Gomorrah, toward all the land of the plain, and he saw dense smokeRising from the land, like smoke from a furnace. According to Riley Study Bible, it explains about this smoke as follows. Deposits of sulfur and asphalt have been found in this area. Possibly, an earthquake occurredAnd lightning ignited the gases that are released, causing a rain of fire and smoke. Sulfur, gases, earthquake, lightning, it caused a rain of fire and smoke. Those who must be Christians do not believe in the Lord, which...Sounds funny to me.
創世記第19章。その翌朝、アブラハムは起き上がり、主の前に立ったその場所に戻った。彼はソドムとゴモラと平原全体を見渡した。アブラハムは濃い煙がかまどから昇る煙のように大地から立ち上っているのを見た。で、それについて、来理版聖書は次のように解説しています。ソドムとゴモラあたりには、硫黄やアスファルトが堆積しており、それから発生するガスに、地震が原因で起きた稲妻が点火し、それが降り注ぐ火や煙になったものである。硫黄、ガス、地震、稲妻、それが火や煙を起こした？キリスト教徒でありながら、主の力を全く信じていない。おかしいと思いませんか？広し林、浜松シティジャパン。創世記第18章と第19章に、ソドムとゴモラの破壊について、詳しく書かれています。ここが第18章です。そしてそれに続く第19章の中で、その時の様子が詳しく描写されています。ソドムとゴモラは、実在した町なのか？実在したとするならば、ソドムとゴモラはどこにあったのか、その謎について考えてみたいと思います。一般的には、ソドムとゴモラはヨルダン川沿いの平地にあったとされています。ウィキペディアは次のように説明しています。まあ、ここにいくつかの都市名が出てきます。で、それを調べてみましたが、その都市名からは特定できませんでした。で、林博士のやり方で検証してみます。これが旧約聖書の時代の各部族の勢力地図ということになります。で、この中から先ほど見ていただきました都市名を探してみましたが、見当たりませんでした。で、アブラハムの行動記録が手に入りましたので、それをもとにソドムとゴムラがどこにあったかを推察してみることにしました。今皆さんにご覧いただいているのがアブラハムの行動記録です。で、調べてみましたら、アブラハムはセチェム、現在のナブルスという町に近くまで来ていたことがわかりました。ヨルダン川の西岸の町です。で、皆さんをヨルダン川へ案内します。下が視界です。ヨルダン川ですね。ヨルダン川は視界とガリラヤ湖をつなぐ川ということになります。ヨルダン川です。で、先ほどの記録によりますと、ソドムとゴモラはこのヨルダン川沿いにあるということになります。一方、アブラハムの記録を見ますと、どうも視界の西にたどり着いているようです。で、このあたりにそれらしい平地はないように感じます。ガリラヤ湖が見えてきました。ガリラヤ湖です。
視界の西を探してみることにしました。ソドムとゴモラは実在したのか？実在したとすれば、それはどこなのか？検証を続けてみます。下が視界です。縦に流れているのがヨルダン川です。その河口付近を検証しています。この河口付近のですね、画像処理をしてみますと、巨大な円形が現れてくるのがわかります。巨大な円形ですね。この辺りは巨大な円形に囲まれているということになります。ゼカリア・シッチンの説に耳を傾けてみたいと思います。ゼカリア・シッチンです。ゼカリア・シッチンはソドムとゴモラについても書いています。マルトゥックについて書いた記録ですけども、その一部にソドムとゴモラが出てきます。全文は別のところで翻訳しましたので、興味のある方はそちらをご覧になってください。ここでは一部を抜粋して皆さんにご覧いただきます。その中で、ゼカリア・シッチンはこのように書いています。およそ4000年前、アヌンナキの大部分は地球を去った。同時に、シナイ半島の宇宙基地とソドムとゴモラを核で破壊した。ソドムとゴモラを核で破壊した。で、そのシナイ半島へ皆さんを案内します。で、以前から広く言われていますけども、このシナイ半島には奇妙な大地が広がっています。中央の白い部分に注意してください。まあ、草木も育たぬ。荒れ果てた土地ということになります。これが核攻撃で破壊された大地の跡ではないかと唱える人は多いですね。残留放射性物質も観測されています。まあ、シナイ半島では何やら大変なことが起きたようです。断定はできませんけども、まあ普通の大地ではないということです。まあ、現在のシナイ半島はこのようになっています。まあ、こうした大地が広がっているということですね。そして数多くの遺跡も残っているということになります。まあ、今日のポイントではありませんので、このシナイ半島については、ここまでにしておきます。といっても、この分野には、すでに多くの研究家が入り込んでいます。ソドムとゴモラはどこなのか。ということで、まあ、最近ではですね、これからお見せするところがソドムとゴモラのあった場所ということになっています。この写真の左方ですね。で、左がソドム、そして右がゴモラということになります。そしてソドムにはですね、現在セドムという地名の町が残っています。と言いますか、ソドムとセレム、何か関係があるのではないかということになります。これがソドム、すなわちセドムということになります。大変まあ、可能性の高い場所ということになります。一方、ゴモラはですね、現在、マサダと呼ばれている地域になるそうです。マサダ、ゴモラ。音としてはそれほどつながりませんけども、位置的にも、まあ、近いということですね。そして、左上の方にゾアという間違い見えますね。このゾアの近くにソドムとゴモラがあったということは分かっています。まあ、そういうところから、ソドムとゴモラはこの辺りではなかったかというふうに
まあ、現在言われているわけです。で、まあ、このように検証してみたのですけども、まあ、それらしい痕跡は、私が調べた範囲では見つかりませんでした。これがゴモラの方ですね。まあ、そうした核兵器による核攻撃を受けたのであれば、何かの痕跡が残っているはずというふうに林博士は考えたわけです。話は少し脇道にそれますが、この四海の北方にクムランと呼ばれている遺跡があります。クムラン遺跡です。ここがクムランです。このクムランから四海文書と呼ばれている大量の文書が発見されています。そしてこのクムランにはですね、カッパドキアに大変よく似た洞窟があちこちに広がっているということです。まあそうした遺跡もですね、この四海周辺にもっと言えばソドム・ゴモラの近くにあるということになります。このクムランからクムラン文書とも言われていますけれども、四海文書、すなわち歴史上最も大量のまあ、文書が見つかったと言われている、まあ、場所ということになります。これが、その、クムラン遺跡から発掘された文書群です。銅板に書かれたものもありますが、このように壺の中に保管されていたそうです。で、現在、大変保存状態の良い状態で、解読が進んでいます。それも今日のポイントではありませんので、ここでは省略します。いわゆる四海文書ですね。で、981もの異なった文書を言うと。そして、11の洞窟から発掘されたということになります。話を先に進める前に、少し前に作りましたナンバー1709をご覧ください。古代の核戦争がどのようなものであったか、皆さんにも分かっていただけると思います。